バンスコ・バンスコ・ブルガリア内のバンスコの一1 2月のバンスコ・バンスコはブルガリア南西部の町及びそれを中心とした基礎自治体ブラゴエブグラト州に属するピリン山脈の麓に位置し標高925メートルであるバンスコはブルガリアそして東ヨーロッパ随一のスキーリゾートの地として知られているバンスコは二十世紀のブルガリアの詩人ニコラ・バプサロフや 聖職者で民族復興の英雄であるヒランダルの聖パイシュース、ネオフィトリルスキラの出身地である。領域の一部はピリン国立公園に含まれている。ピリン国立公園はユネスコの世界遺産にも登録されている国立公園である。バンスコの町の起こりに関していくつかの伝説がある。その中の一つではバンスコアリラ山脈のドバルスコの人々によって開かれた町であり。 伝説によれば、サムイルによって開かれたものであるとしている。別の伝説によれば、バンスコは、チョッチョリーノという名のイタリアの画家が築いたというもので、それゆえに、バンスコ市内に、チョチョリンという地名があるのだとしている。また別のものでは、バンスコは、ペルーンと呼ばれる、スラブ人の部族によって築かれたものであるとしている。ペルーン族は、ピリン地方に住み、ペルンを崇拝する集団であった。 ローマ帝国が侵入する以前から古代トラキア人がバンスコやラズロク渓国には住んでいたと考えられている。町の郊外には紀元前100年頃のものと見られるいくらかの建造物跡が存在している。しかしながらこれらの施設の居住者がどのような人たちであったかについては定かではない。ブルガリアで初のプロテスタントの教会である。 福音派の教会は1868年8月6日にバンスコに築かれた。1912年10月5日までバンスコはオスマン帝国の一部であったがスルターンから与えられた自治権によって反独立状態にあった。司法権がラズ6にあるオスマン帝国の裁判所によって支配されていた間、町は長老たちの会合によって運営されていた。 バンスコを含む領域は1912年に第一次、バルカン戦争の結果として、ブルガリアに編入された。かつて牧畜業者と行商人の町であったバンスコは、今日では陶器、そして、夏季の観光の町となっている。町の近くには、多くの山々の頂や湖、松の林があり、雇用観光地としての特徴を形作っている。近年では、バン、周辺には、 バーニャと呼ばれる村がバンスコの中心から5キロメートルの場所にあり、27の温泉の町として知られている。2003年には新しくゴンドラリフトが建設され、それまでのミニバスに代わって、トドルカのスキー場の斜面を登る役目を果たしている。他のゴンドラやスキーリフトも相次いで建設されている。町の南西端を中心とした多くのゴンドラや、それを取り巻く保養施設。 広々した家々の建設によって、バンスコは成長の盛んな町となっている。バンスコ基礎自治体には、その中心であるバンスコをはじめ、以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧、ありがとうございます。